サンド聞こえる？あ、うん。聞こえなーい。サンドあれじゃあ、ひなこの悪口言って。うん。あいつケツ汚くね。おいお前、おい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 。聞こえてんじゃん。聞こえてない。聞こえてない。おいおいおい。はぁはぁ、そういうこと言っていいんだね。ああ、出勤出勤。ああ、そういうこと。ああ、そういうこと言っちゃうね。オッケーだよ。オッケーオッケー。聞こえねえくだりはどこ行ったんだよ。どうもこぱんにちはプチプチです。どうもこぱんにちはひなこです。はい、サンドです。ふぅー、ということで今日も水上生活からやっていきましょう。あんにゃーん。ってことでひなこさん、今日もネタを持ってきてくれたということで。ふふふふ。うん、なに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 、そこの二人組よ。はいはい。お前釣りしてんじゃねえよ。私、はい、怒ってます。はい、なんで怒ってんの。なんで怒ってます。あなたたちのが嫌いです。はっきり言った今。あなたたちのがあなたたちが嫌いです。なぜかというと顔がムカつくからです。理不尽じゃね。理不尽だ。かわいいでしょ俺の顔なんて。ふざけんなよ。かわいいかわいい。まあその他にもね、かわいいかわいい。ダメです、言い訳は問答無用です。はい、というわけで二人とも。なに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 。なに。え、なに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 。あ、おい、ちょっと何何をするんだ、何をするんだ、おい、やだ。あっ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 あ、よく聞くんだ。お前らはあまりにも最近私をバカにしすぎている。はい、うん、ということで捕まえちゃいました。おい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 。俺たち何、ここに捕まったってこと。そうですよ、君らは今から囚人です。だからなんか服変わってんの。え、え、うわうわ、最低。俺たちが寝てる時に服着替えさせたんだわ。じゃあ見られたってこと。サンドとプチプチのチッコ見られたってことだ。ちょっと待って、ちょっと待って、お前らパンツ履いてねえのか普段。え、履いてない。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 履いてないです。全然履いてないです。一回も履いたことないです。ただ閉じ込めておくだけだとさすがにちょっとね、私の両親が痛めとかわいそうだなと思ったので脱出するルートを作りました。ほう、君らは今日そこから脱出してください。うわー、別シリーズでやってる脱獄をここでやれってことか。そうです、水上で脱獄です。うわ、ね、再生数取れるからってそれダメじゃね。あ、うるさいぞうるさいぞお前。ルールがあります。その施設内のどこかにあるひび割れた石レンガのみを壊せます。あ、ここにあるやつ、これひび割れたやつだね。で、これ しか壊せないってことか。いや、そう、それ以外は本当に絶対壊しちゃダメなんで、そこだけはもうマジで守ってほしい。はい、ということでまずはその右、あなたたちから見た左側にある初めに開けてねみたいなやつから見てください。はい、よし、じゃあ早速やってこうって感じなんだけど、まあこれね、入ってくんだ、お前、ちょ、イエーイ。お前も入れ、お前も入れ、いいから。はい、はい、じゃあこっからもうひなこちゃんの出番はね、俺たち頑張るしかねえ、動画を盛り上げるしかねえぞ、サンド。そうだね、もうあの人もうやることないじゃん。まあ初めに開けてね、初めに、ね、これ読みます。君たちが悪い子なので私はもう閉じ込めることになります。閉じ込めることにしました。ここから脱獄したければ隠されたアイテムを探し石のピッケルを作りなさい。ただし壊していいのはひび割れた石レンガのみです。それ以外のブロックは絶対に壊さないでください。マシクラフトしていいものは石ピッケルのみだぜ。それじゃ頑張ってね、バイ祭りひなこ。日本語めっちゃぐちゃぐちゃな気もしたけど、うるさいうるさいようるさいよ。まあまあ、じゃあちょっと早速こっから脱獄していこうか。うん、でも俺こう見つけちゃったの、これなんか下にこれあるんよ。あ、なんもないやん。なんもない。あ、ダミーだなこの野郎。あいつ。まあね、ひなこちゃんとね、脱出をねたまにやるから。あ、なんかアイテム見つけた、丸石。え、いいね。あ、待って、噂話ってやつもあった。なんか、え、胸が小さいとか、それ噂じゃない。お前が本当に。まあ、ちょ、これ読んでみます。この部屋のどっかにレバーがあるとかないとかねえんだろこれ絶対。ねえよ、どうせねえよ。嘘だもん。ねえやめてよ、私のイメージが。ここになんか本あるよ。どこどこ。
問題1、3人の中で一番可愛い人のボタンを押せ。これまだボタンを押すとこないんじゃない？あ、ないの？うん。なんかチェストの裏にチェストが結構あるくね。あ、ほんとや。あ、待って待って、あったあった。問題2、窓の外を見て真ん中にある色ボタンを押せ。これまだできないんじゃない？ま、まだできないです。丸石があった、丸石あった。どこ、丸石どこにあった？この真ん中のこの下。え、君たち結構サクサクやってくね。ちょっと焦ってます、私は。あった、丸石取ります。はい。まあとりあえずこの部屋のどっかにレバーあるらしいけどね。どうしても分かんなかったらひなこヒントをね。え、じゃあ閉じ込める意味なくね。あー、確かに確かに。じゃあもう言わない。分かん、そんなことになるの。お前そういうこと言うなよ。お前バカ、バカバカ。お前のせいでマジひなこヒントなくなっちゃったじゃん。あ、ちょっと隙間をちょっと探そう、こまめに。いや、この辺になんかありそうな気もするけどな。お前開いといてよ、俺開けるから。いや、私は開いたら多分ねクリックできなかった気がする。はい、下開いた。え、どこ開いてんの。いや、お前バカやろ。お前手前のやつを開くんだよ。アホじゃねえのお前。いや、前から初心者だね。全然わかんないっすね。はい、一個見つけました、私は。お、何見つけた？ここ作業台です。ちょんま、マジでそれはちょっと。お、ここ作業台や。お前、うまいね。これ結構進展だね。お前と、だからピッケルを作ればいいんだっけ。はい、だからあと石一個と木、棒か。棒二つ。二つも見つけてないの？棒。え、一個見つけてない。あら、あ、舐められてるぞこれ。ひなこヒントが欲しいのであれば現実で焼肉をおごってくれないとね。やっぱこの間マジ2回くらいおごってやっただろ。あいつゴミじゃねえか、人の金で食う焼肉で食って喜んでんので、このさ、なんか机のさ、なんかさ、どこ怪しくない？これ怪しい。これなんなんこれ。絶対あった、なんかあった。あ、あれ、なんかあったぞ。開いた、なんか。え、どこ押した、どこ押した。ほら、レバーあるんよ。お、やった、やった、やった。ちょっと進んでみようぜ。お、進んだね、先に。待て待て待て、この道に何かあるかもしれん。いや、それはないでしょう。いや、あるあるある。いや、あるぞ、なんか絶対あるぞ。なんもなかったわ。あ、で、これ問題2。1がこっちになるよ。でも1こっち。問題1、3人の中から一番可愛いボタンを押せ。じゃあ俺だ。いやいや、プチプチだろ。プチプチだよ。え、違う、これでしょ。え、あれ。お前ら。え、問題1めっちゃむずくね。めっちゃむずいな。いや、簡単でしょ。え、だってもうねえぞこれ。選択肢ねえぞ。二択だよなこれな。ボタン2つしかないのにどうやって。え、もう二つとも押しちゃったじゃん。いや、左端を見ろお前。しょ、じゃあまあなけなしの左端置くか。押すか。なんか押したけど、なんかなった。あ、あれ、 あ、なんか進んだ。あ、これあれやない、これ順番やない、こっちの。じゃあちょっと、じゃあ問題2読みます。なんかいるんだけど、あそこに。お前さ、気になっちゃって、気になっちゃって。うるせえお前、帰れお前。窓の外を見て真ん中にある色のボタンを押せ。あ、だからこの窓の外にある真ん中にあるボタン、赤。赤、じゃあ押すよ。いいよ。あ、なんか開いた。あ、なんかここ開いたね。え、これあんた何、これ一人作ったん？うん。すごいすごい。え、めっちゃすごい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 。出てきた。おー、終わったよ、終わったよ。ダメ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 。マイヤ、先進むか。あ、チェストあるよ、チェスト。チェストあった、チェストあった。あ、丸石1個、これで全部揃った。やったぜ。あと一歩でクリア。これが最後の石ピッケル素材だよ。ちゃんと丸石3つと棒2つ持ってる。なければ初めの部屋に戻って隅々まで探してね。だ、棒がまだどっかにあるんだよ。探しに行こう。うん、まだ見つかってないの。何本見つかってないんだっけ。一本も見つかってない。隙間だよ、隙間。ダミーチェストが多いからね。谷間、谷間じゃないです。谷間にはないです。じゃないのか。パイズリか。やめろお前、人の動画で。え、泣くねマジで。まあマジでないな。まあ、ちなみに私は上を向いて歩くよりも下を向いて歩く方が好き。上向いて歩けよ。本当だよ。事故る、事故るぞ、事故る。あんたスマホ依存症。マジで。危ない危ない、怒られちゃう、怒られちゃうから。ポケモン GO。 ポケモン GO したことないから。真ん中であれマジであのゲーム。やめろ、ディスなお前。これ出れるぞこれ余裕で。いや、ダメダメダメ。じゃあヒントあげに行こうかなって。え、じゃあ分かった、どっちか歩く代表やって、近くなったらピーピー言うやつやる。じゃあ俺歩く。歩く。ピー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 。
ピピ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 あった？どこにあった？ホッパーが下にあったんだよね。キモ。棒一個ゲット。ぶん殴ってやろうか、これで。やめてよ。で、こっちにあるのよ、多分。このチェストの後ろぐらい。こっちから見ればわかる。あるのが。ああ、そこね。これどうやってやんだろう、これ。どこにあんの？ちょっと待って。何の話してんの、君ら。ちょっと待って。え？え、何の話？後ろにある。後ろにある。どこにあんの？え、後ろにあるじゃん。え、俺のこのチェストの後ろに。壁にない？壁側。あ、あるか。え？え？え？まあ、ただ君らは見落としているんだ。見落としている？見落としているんだ。見落としている？まあでもこれわかんねえかな。わかんなかねえけどな。見落としている？まあ一つ言うんであれば、別に入っているのはチェストではない。ホッパーとかでしょ、どうせ。いいよ、プチプチ、いいよ、プチ、いいよ。下の あれ、おっと、あれ、おっと、サンドさん、ん、見つけたよ。え、どこにあったの？チェストの下にホッパーがありました。このあー、わかんねえわ、これ。これ作ると、ちょそこな、違かったんだけどな、思ってんのとは。あれ、何が？何が？あってはいるけど。やったてってれ、石のつるらしい。どれね、ちょ、お前これなんだ、お前なんだ、お前、あ、もうやんのか、お前。ね、やだか、お前。あ、虹持ってんだぞ、俺。よし。よし、あー。やったー。やったー、おめでとう。イエーイ。よく出てこれたね。まあ、ちなみに、ちょっと戻ってきてほしいんだけど。はい。なんか、作業台がね、ないです、ないですっていう風になる予定だったの、私の中では。で、作業台どこだってなった時に、この上にね、来ると、こっから見えるんですよ。え、あ、ほんとや。で、見つけるっていう予定だったんですけど、うん、サンドのバカが適当にクリックして見つけるっていうオチ。まあ、私的には脱出成功したっていうのは認めたくないんで。はい、乗りなさい。え、で、なんで、なんで、やりたいだけでしょ、これ。そうだよ。2人とも脱出おめでとう。おい、おめでとう、よかったね。あー、なー、ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。はーい、楽しかった。楽し…行ったお前楽しかった。お前雪を投げんな、お前。どうだった、二人とも。いや、まあだいぶでもなんかね、脱獄だった。え、じゃあ頑張ったと思うんだけどな、サバイバルでやったんだよ。何時間かかったの？あ、でもあんま時間かかなかった、これは。あんま時間かかなかったんだ。うん。まあ、楽しんでもらえたんだったらよかったです。はーい。はい。はーい。このまま二人はずっとここにいてもらおうと思います。なんでよー。なんで、出せよ。ということで、また次回お会いしましょう。またよろしくー。またよろしくー。はーい。